朝鮮アサガオ族の一種の種子朝鮮アサガオ族は、ナスカに属する一年草または多年草で有毒植物である。学名のカタカナ表記でダチュラ族、ダチュラと呼ぶことも多い。ただし、園芸上、ダチュラと呼ぶときは、禁煙種のナスカキダチ朝鮮アサガオ族を指す場合がある。朝鮮の名は特定の地域を表すものではなく、単に海外から入ってきたものの意味とされる。 極東では、マンダラカと呼ばれ、鎮静麻酔薬として使われていたこともある。茎は2差分子し、大柄な単葉の葉をつける。花は大柄なラッパ型、果実は大型でトゲが密生し、成熟すると4列して扁平な種子を多数散布する。世界の熱帯に散し、特にアメリカ大陸に多い。日本には本来は分布しないが、数種類が見られ、それらは江戸時代から、 明治時代にかけて日本に入ってきた幾何植物である。庭先などに自生する高さ約1メートルの大柄な草である。夏から初秋にかけて白く長いロート状の花を咲かせる。花が美しく香りが甘備で香水に使われることもあるため、エンゼルトランペットなどとともに園芸用として一般に出回っているが、スコポラミンやヒオスチアミン。 アトロピンなどのアルカロイドを前奏に含有し、有毒なので注意を要する。それについては講述する。朝鮮アは佐川をはじめとする本属の植物は同じ。ナスカの走りどころ、ヒオス、ベラドンナと同様に、スコポーラミン、ヒオスチャミンなどのアルカロイドを含む。ヒオスチャミンは抽出すると、ラセミ化して、アトロピンになる。アルカロイドは前奏に含まれるが、特に種子の含有量が多い。 これらのアルカロイドは、抗コ,コリン作用を有するため、分泌腺やア、ひな目筋を抑制し、摂取すると、口括、賛同、新規抗震、尿閉、消化管運動の減少などが起こる。よぎって摂取すると、全身の筋肉が弛緩して、脱力感を覚えたり、胃運動が低下して、嘔吐を催す。眼球の交際活躍筋や毛容体筋が弛緩して、動向を散大させる。 接種量が多い場合には、意識混濁、言語障害、検討式障害、専門状態、昏睡、記憶喪失などの諸症状をもたらす。意識障害が発生すると、一時的に外界からの刺激に対する反応が失われて、他人とのコミュニケーションが取れなくなる。興奮状態になって、過去の出来事や、夢や、未来の願望など、内面から湧き上がるものをもとに、 自覚のないまま行動する。その後、渾水状態が十数時間続くことがあり、これらの症状が収まった時には、専門状態に陥っていた間の記憶が失われる、逆光性健忘症を引き起こすことが知られている。その性質を用いて、全身麻酔や自白剤として用いられたことがある。古くは、インドでは脱羅を用いて、相手を、明定状態にした上で強盗などを働く。 脱レアスという犯罪組織が存在した。西洋中世の魔法使いの世界では、無意識のうちに抑圧されている、深層心理の世界を探索できる性質が着目され、人格形成に有益であるとして使用されていた。朝鮮朝オ族の一種の蕾と、ジスコポラミンには緩和な中枢抑制作用があり、1804年に、花岡西州がこの植物から、 通船産んんと命名した麻酔薬を作り、世界初とも言われる全身麻酔科で乳がんの摘出手術をしたことで有名である。しかし青春の妻は麻酔薬を完成させる過程で失明している。多量に摂取すると意識喪失、呼吸停止を起こし死亡することもあるが、消化機能の抑制のため致死量を摂取するに至ることはまずないと言われている。 蛍光致死量は4から5グラムとされている。生薬としては、走りどころの根やベラドンナの根が使われ、朝鮮朝顔はあまり用いられない。根をごぼう、葉をもろへいや、つぼみを、オクラや、ししと種子をごまと間違えて食べて、食中毒になることがある。根を水につけておくだけでも成分が溶出して、その液体を飲んで、食中毒が発生することがある。 その花を生けた花瓶の水を子供が誤って飲む危険性も指摘されている。また、全身の粘膜からも成分が摂取されるので、例えば草の汁が飛び散って目に入ったり、汁が付着した手で目をするなどした場合にも酸度や調節障害などが起こる。朝鮮は佐川に継ぎ気をしたナスの実を食べて、記憶障害を伴う食中毒を起こした事例もある。また、 1980年代に、朝鮮朝顔のアルカロイドの生理作用を麻薬的な、酩酊多項間作用を持つものと誤解した、中学生が、友人等と炊いた白米に種子を折りかけて摂取し、集団中毒事件を起こしたこともあった。日本テレビの伊藤家の食卓でも昼顔の調理法を紹介する際に、類似の危険を警告しなかったことから主婦が中毒を起こした例がある。 ありがとうございます。